はい、梅です。こんにちは。どうも。はい、今日はですね、ディズニー全く関係ない動画、完全スーパー雑談をちょっとお話ししたいと思います。はい、もう聞き流ししてください。なんかやりながら。もしくは、ディズニー全く関係ない話なんで、関係ないわっていう方は、とっととスルーして、次の動画を飛ばしてみてください。ですね、とある人がですね、ものを知らなかったり、あと漢字が読めないとか読み間違いとかをした場合とかね、そういうシーンに出くわした時は、その人をバカにしたり、なんか見下したり、なんか貶めるような、そういうコメントをしてはいけないという話をしたいと思います。というのはね、先日僕の動画のコメント欄でですね、とあるこんなコメントがつきました。梅さんは電楽を電楽って読んだり、あと獺祭を知らなかったり、年齢層の一般常識が欠落していますね、残念です、という、そういうコメントが、つきました。これはですね、確かにその通りです。もう書いてあることそのまんまで、本当にもう言い訳弁明のしようがないですね。確かに、電楽、田んぼの単に楽と書いて、電楽って読むんですけども、確かに僕は電楽と読んでいましたし、で、日本史の獺祭っていうのも、これ全然知らなくって、で、うちの兄から初めて聞いて、で、ググってみたら、ではですね、山口のお酒で、で、安倍首相がですね、なんかオバマ大統領とか、当時ね、各国の、ね、トップになんかプレゼントをしたことでなんか有名になったとかで、でも僕はそれ知らなかったんですよね。でですね、僕みたいにですね、こうやってね、なんか漢字を読めなかったり知らなかったり間違えたりとかですね、そういうのを知り合いとか友達とかがそういうことをね、出くわしてたとしてもですね、それをね、馬鹿にしたり見下したり、あとですね、年齢層の一般常識が欠落していて残念ですとかですね、なんかそういう相手をね、傷つけることを、言ってはいけないんですよ。思っても言ってはいけないんですよね。で、どうしてかというと、自分だって、そうしてる可能性があるからです。仮にですね、あなた自身がですね、この地球上のあらゆる万物すべてのことを知ってるわけではなくって、初めて聞いた何それっていうことは必ずあるわけで、ないとしても今後それからこれからね、人生そういうことは必ずあるんですよね。で、漢字の読み違えとかだって、実はそれあなたが気がついていないだけで、あなた自身どこかで読み違えてる可能性もあるわけです。でもそれは周りのみんなが配慮して言わないだけでね、もしくは指摘したとしても、これってこう読むんだよっていうふうに教えてあげてるだけで、そこで止めといて、うわ、こいつ年齢相応の一般常識欠落してんな、こんな漢字読めねえんだって心の中で残念だなって思ったとしても、やっぱりこの人付き合いのマナーとして、やっぱそういうのはね、思っても口に出さない、言わないんですよね。で、どうしてかというと、自分だって誰かにそう思われてる可能性があるからです。例えばで言うとですね、これちょうどいい例えがあって、僕先週ですね、このランドのね、パークでですね、なんか親子の視聴者さんに話しかけられたんですね。で、それはですね、40代ぐらいのお母さんと20代ぐらいの、娘さんの2人でした。で、立ち話をしてて、で、パークのチケット、特に3月は高いよね、なんて、そういう雑談を話してて、その時ですね、金券ショップの話を僕がしたんですね。で、金券ショップって今紙チケットがですね、確か8300円かな。
でね、昔7000円台だったんだけど、まあ、どんどん値上がりしててね、で最近金券ショップでも8300円とかなんですよねっていう話をしたら、その20代の娘さんがですね、金券ショップって何ですかっていうふうに会話中にそういう質問をされたんですね。で僕とそのお母さんはそこで固まってしまったんですよ。で正直ですね、僕心の中でえ金券ショップ知らないのってすいません、正直思っちゃったんですけど、うわ嘘でしょと思って正直思ったんですけども、まあ、でもその方にとっては、まあそれってあの必要のないことでね、あの自分の人生の中で知らない情報だったわけですから、まあ知らないものは知らないですよね、まあ、なので、まあ、これを機会にね、まあ覚えてくれればいいんですけども、まあだからでそこでですね、あのね、その一般常識はね、常識は欠落してて残念だなとはね、まあ僕は思いませんし、で仮に思ったとしても、まあそんなの口には出さないですよね。やっぱり自分の趣味範囲とかありますから。だから自分だってね、明日は我が身で誰かにそう思われてる可能性があるわけだから、それぞれ自分の趣味範囲とか生活のテリトリーがありますので、だから、まあ、そういうふうにね、まず思わないで、思ったとしてもやっぱ口には出さないですよね。自分だって誰かにそう思われてる可能性があるからなんですよね。あともう一個ですね、これまあ、あのちょっとかなり近い話なんですけども、先日ですね、あのカウントダウンでね、ディズニーワールドに僕行ったんですけども、その時ですね、あの24歳になるコウジ君という視聴者さんが一緒にその旅行に同行してくれたんですね。でそのコウジ君と一緒にですね、アメリカのキャラクターダイニングにね行ったんですけども、その時ね、僕が持ってるあのデジタル一眼カメラをですね、その彼に渡して、でキャラとのツーショットをこのカメラで撮ってっていうふうに入ってカメラを渡したらですね、皆さん僕こういうあのファインダーをこう覗いてね、こう覗いてこういうシャッターを切るカメラを使ったことがないから撮り方がわからないって言われて、ちょっとびっくりしたんですね。えっと思って、で彼に聞いたらですね、まあ、彼曰く人生今まで生きてきてスマートフォンでしか写真を撮ったことがなくて、家にカメラもないと。で24年間生きててこういう覗いて撮るカシャってやるそういうカメラを触ったことがないから、だから撮り方がわからないっていうふうに言われたんですよね。で正直ねすごく驚きました。でその場でちゃちゃっと僕教えて、あのライブビューでだったらなんとか撮れるってことが分かったので、ライブビューで撮ってもらったんですけども、やっぱシャッターボタンを買ってあって、ライブビューで両手で持ってね、でおっかなびっくりで、まあ、あの撮ってもらったんですけども、まあうん、コウジ君曰くやっぱりね、いや皆さん僕スマホの方が楽ですねっていうふうにね、まあ苦笑いでしたね、その現場ではね。でまあ24年間生きてて普通のカメラを触ったことがないって言われて、まあ正直ね驚きました。驚いたんですけども、そこでですね、僕は別にですね、年齢層の一般常識が欠落してて残念だなとか別に思わなかったし、もし仮に思ったとしてもですよ、まあもちろん思ってないんだけども、もし仮にそうやって思ったとしても、やっぱり口には出さないですね。でまあどうしてかというと、自分だって誰かにそう思われてる可能性があるからです。で浩司君ネタでもう一個あったんですけども、やっぱね先日アメリカ行った時にですね、まあ浩司君と僕とでね、その場でなんか自分の E メールアドレスを書くっていうそういう現場があって、で浩司君はいつもなんかね、あの日本ではねメールアドレス書く時ってね、なんかねドコモ NEJP っていうドメインのそういう E メールアドレスを自分はメインで使ってたそう でアメリカでもね、その E メール書けっていうところでドコモ NEJP でパパッと書いたら、なんかそのドメインがダメだってなんか言われて、で G メール持ってないのかっていうふうに英語でベラベラって言われて、ああさすがアメリカ G メールかと思って、
地面に持ってないのって聞いたら、あ、一応なんか iPhone 契約の時に一応ステアカでの Gmail 作らされたんで一応持ってます、じゃあそれでええやん、じゃあ書けなよって言って、でそれで彼が Gmail アドレスそこに書こうと思ったらですね、のなんとね Gmail っていうね、そのスペルが書けないんですよね。要はね、日本ではね、いつもねドコモ NEJP っていうそういうね、あのドコモのドメインの E メールアドレスしか使わないし、あとポップアップとかでこう選べますよね、プルダウンとかで。だからね、日常生活でねメールっていうのね、あの MAIL メールっていうのを英語でね書くっていうそういう習慣とかがないもんだから、だから突然 G メールって英語で書けって言われてもやっぱ彼詰まってしまって、の MAIL っていうのがまあそれ書けなかったんですよね。で僕の G メールっていうのもね書けないのかっていうちょっとびっくりで、まあ驚いたんですけども、まあやっぱでもですね、やっぱり日常生活の中で必要ないことをやっぱり知れませんよね。だからそこでやっぱりですね、年相応の一般常識が欠落して残念なやっちゃなとか別に僕思わないし、で仮に思ったとしてもそんなの口に出せないですよね。だから、ね、さっきも言った通り、自分だって誰かにどっかでねそう思われてる可能性があるわけですから、まあ知らないんだったらまあこれを機会にね、まあ覚えてもらえばいいだけですよね。まああと他にもですね、ちょうどこれタイムリーで、本当にちょうどさっきねニュースでですね、この日立っていうのをね読めないっていうのがちょっと話題になってましたね。日立ちょっとこれ難しいですよね、日立ってね。でもこれ日立ってこれね、茨城の人だったらこれ絶対誰でも読めるし、あと義務教育とかでね、昔のあの判明とかもですね、やっぱりね日本史で習ってるはずなんしね、はずだし、あとあのね、あの日立牛とか和牛もありますから、まあグルメな人とかですね、あとスーパーのね、あのお肉のコーナーとか行くとね、やっぱ日立牛とかあるし、あの漢字をねやっぱ日立って読むっていうのは、まあ日本史が苦手とかだったりね、まああと関東以外の人はまあ読めないですよね、あの日立ってね。だからまあでもそれもやっぱりね、同じなんですよね。あと麻生さんですね、あの自民党の副総理の麻生さん、麻生さんもあの漢字が読めないって言ってよくね、あの揶揄されたりね、ちょっとそれでいじられたりしてますよね。なんか国会の答弁とかなんか原稿読んだりでもね、漢字の読み違えって麻生さん多いので、でも麻生さんってやっぱりね、どっかすごくいい大学出てて、すごい頭のいい、頭の切れる政治家、自民党副総理って一回首相もやってますからね。なんだけど漢字が読めないんですよね。でもやっぱそれだってね、自分だって同じようなことをやらかしてる可能性があるわけで、漢字どっかでね読み違え自分だってしてる可能性あるんですよね。でもそれ周りのみんなが言われるだけなんですよね。あとは一般常識だとね、あのこれもねニュースでやっていてえっと思ったんですけど、あの電車の切符の買い方ですね。これもねさっきのねカメラ同様で、やっぱりね日本の今のね、あの日本というか世界のね常識というかね、ライフスタイルが変わってきてるので、カメラをね使わなくてスマートフォンのタッチでシャッターやったりとか、あと電車に乗るときもね、なんかスイカとかね、スマートフォンとかキャッシュレスでね今電車乗れるから、切符を買う必要がないんですよね。なので切符の買い方がねわからないっていう、そういう若者が今急増してるそうです。切符ってね、現金で買うときはね、あの券売機の上にね路線図があるから、自分がこの駅に行きたい、ね、見たら300円とかだったらその300円を券売機に入れて、もし乗り換えするんだったらなんとか線経由ってピッとボタンを押して、ね、タッチパネルでここって言って、あの300円の切符を買うって、でそれを自動券売機に入れるっていうね。でそれね、乗り換えの時はね、乗り換え口のところにピッと入れて、で券を、ね、取り出して切符が出てくるからね、切符を取ってそれで乗るとかですね。あと新幹線なんかもね、切符2枚入れますよね、あの乗車券の特急券とかね、そういう風にですね、あの切符の買い方とかっていうのはね、わからないという人はね、まあこれからどんどん増えてくると思うんですよね。でもそういうのってね、やっぱりね、そういう現場に出くわしたとしても、
この人年齢層の一般常識欠落して残念だなっていうふうにまず思ってはいけないし、もし仮に自分が思っちゃったとしても、まあ、やっぱり口に出してはいけないわけですよ。でこれも何度か言ってる通りですね、自分だって誰かにそう思われてる可能性があるからなんですよね。だからね、切符の買い方、カメラのシャッター以外でもですね、まあ、例えばあとはね、なんか公衆電話のかけ方とかね、あとは缶切りですよね。カパッて開けるんじゃなくて、こうキコキコ自分でやる、手でやるね、あの缶切りだったりとか、あとはマッチとかですよね、火のつけ方、マッチでカッとこすってね、火をつけたりとかね、まあそういうのってね、やっぱまあ古い習慣とかなんですけども、やっぱね、一般常識としてやっぱ知っといた方が恥をかかないっていう、そういうこともあったりするので、だからね、ちょっと話が外れますけども、もしですね、なんか親御さんとかでこの動画を見てる方がいたら、これお子さんになんか教えてあげた方がいいですよ。なんか切符の買い方、カメラのシャッター、公衆電話のかけ方、缶切りの使い方、マッチの使い方とかですね、まあ、やっぱりそういうのをね、あの教えておいてあげた方がいいと思います。まあちょっと話脱線しますけどもね。で僕がちなみにですね、読めなかったあの電学、電絡と読んでしまった電学とかですね、まああと脱菜とかもね、まあちょっと言い訳させていただくと、まあ僕がですね、電学をね、電絡と読んでしまったのはやっぱ頭の中に意識がないからですよね。まあ今言ったのと同じですよね。まあ僕ね、味噌田楽とかね、あの食べたことはなくったり、オーダーしたことがないんですよね。で梅さん、味噌好きなのに何言ってんのって思うかもしれませんけど、これはですね、僕岐阜出身で名古屋文化圏だから味噌が当たり前で、ね、こうやってね、おでんとかで普通つけるし、家でも食べてるから、わざわざオーダーで すいません味噌田楽一つとかですね、そういうオーダーとかしたことないんですよね。なのであの味噌田楽とか言ってもね、なんか目で見てふーんって感じでね、脳内でなんか楽って感じでね、意識したことないから、うん、だから、うん、ちょっと読み違えしちゃったと思うんですよね。まあちょっと話忘れますけども、さっき言ったですね、なんかあの一般常識とかですね、あと食べ物のね、なんか常識っていうのはね、やっぱね、さっきも言いましたけど、親御さんとかもしこれ見てたらですね、こういうね、自分の親のね、なんか好き嫌いとか経験っていうのをね、これ子供に移るので注意した方がいいと思いますよ。例えばね、僕あの焼肉の生肉のユッケってありますよね。あとステーキのレアとかですね、あと生ガキとかっていうのはね、僕全部ね、成人して会社に就職してそこで初めて食べたんですよね。今で覚えてるんですけども、なんか会社の飲み会とかでなんか焼肉がなんか行って、ユッケとかですね、なんかステーキのなんかあのレアとかもですね、レアはね知ってるけど食べたことがなかったし、ユッケは知らなかったし、あと生ガキもですね、なんか話に聞いただけで、あの大人になってね、会社に就職するまで生ガキも食べたことがなかったんですよね。で前に実家帰った時にですね、親にその話をしたら、それはうちの母親がですね、そういう生肉とかレア肉が嫌いで、だから焼肉のユッケとかですね、なんかステーキのレアとかでね、あと生ガキとかを、だから全く食べたことがなかったんですよね。だから親が興味ない料理、苦手な料理っていうのは、子供もね、その知識、そのジャンルの知識が薄くなるので、だからこれ注意した方がいいと思いますよ。で脱菜もそうですよね。脱菜もですね、僕がお酒が飲まないっていうか飲めないので、だから興味がないんですよね。でこれ興味ないとはいえ、なんか安倍首相がですね、各国首脳にねプレゼントしたぐらい有名なエピソードもあるので、とはいえお酒興味なくてもそのぐらい知ってるっしょっていうふうに、まあ、思うかもしれませんけども、やっぱね、お酒に興味がないから頭に入ってこないんですよね。でこの間初めてやっと飲んだんですけども、なんかね、ちょっと甘くて、なんか甘酒の素みたいなね、あの酒粕っぽい感じがして、一口だけでしたけど美味しかったですね。あ、これが脱菜かと思ってね。
まあでも僕はね、お酒はね体質でお酒の分解能力が弱くて、あの体内のですね、あの ALDH ですか、あのアセトアルデヒドの脱水症酵素っていう、そういう成分、体の酵素が僕は完全に欠けてるので、だからいくら訓練してももうお酒に強くならない、なれないことがもう科学的に立証されてるので、なんかお酒に関してはこれ以上の僕向上心もないんですよね。だから脱菜とかね、なんかボジョレーヌーボーとか言われてもなんか名前だけでよくわかんないんですよね。だからお酒に関する知識は本当にね、あの興味が薄いので、だから全く僕は知識なくて弱いんですよね。だから酒飲みからしたら常識的なことを、え、こんなことも知らないのっていうふうに本当にねびっくりするかもしれませんけども、お酒飲みなくて興味ないから本当に全然知らないんですよね。でうちの兄はですね、まあ僕のそういうことを全部知ってるので、まあ、だから弟は酒飲みの常識のことをこいつ知らねえからなっていうふうにですね、まあ仕方ねえな、残念だなっていうふうに、まあ心の中では多分思ってるはずで、まあそうやってね思ってもまあ口には普通出さないですよね。あとねもう一個最後ね、これもやっぱりねすげえ驚いたことがありました。3、4年前にですね、まあ、あのとある知り合いがですね、なんかね梅さんちょっと僕ね趣味の音楽を真剣にやりたいんですよねってね、そういうなんか雑談話をしてたんですよね。なんかね昔バンドかなんかやってて、でピアノとかキーボードがそこそこ弾けるんですよね。で YouTube なんかでもピアノとかキーボードの腕前を披露してて、でなかなかうまかったです。へえ、やるな、こんな才能あるんだと思って、やるじゃんと思ったんですよね。で、まあ、今後ねあのコンピューターを使ったそういう打ち込み音楽をやりたいっていうことで、なんかこんなキーボード買ったとかね、こんなパソコン買ったっていうふうに、そういうふうにねあのコンピューター音楽に関する機材をどん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 増やしていってたんですよね。でおお、そうか、すげえな、本気で やるんだと思って、でコンピューター音楽だったらね、じゃあ初音ミクとかね、あのボカロ曲なんかも打ち込みだから、だからボカロ P とかいいんじゃねとかね、そうっすねって感じで、そういう話をしてたんですよね。でまあボカロ P といえばね、あのネット初っていうことで、あの米津玄師なんかもね昔ハチっていう名前でボカロ P からスタートしてて、ね、そっから有名になったからっていう話をねふっとしたら、そしたらねその人がね、米津玄師誰ですかそれっていうふうに言われて、めちゃめちゃ僕はびっくりしたんですよ。でそれがね3年ぐらい前 でちょうどね紅白に出た直後ぐらいかな、レモンだっけな、ちょうどね紅白に出て話題になってたあたりですよね、米津玄師がね。で、え、知らないのって聞いたら、知りませんって。いやいや、紅白とか出たやんって言って、いや、紅白見たことないですからね、僕って言って、いやいや、まあそうだけど、僕、俺も紅白そんなに熱心に見てるわけじゃないんだけど、でも、紅白に出るってことは、国民みんなそこそこ知名度があって、すごくみんなが関心があるアーティスト、ミュージシャンっていうことだから、やっぱそれって国民みんなが関心があるっていうことの証でしょ、紅白出るっていうのは。たくさんの人がそんだけやっぱりねあの興味があるってことだから、だから米津玄師、え、知らないのって言ったら、知りませんって言って、え、コンピューター音楽やるのに米津玄師知らないって僕びっくりして、いやちょっと待って、じゃあだって同じネット発のミュージシャンだったらヒャダインはって聞いたら、ヒャダイン知らないですねって言って、やっぱ言われて、えっと思って、3年ぐらい前ですよ、ちょうどももクロかなんかでね、ちょうどねももクロの作曲でブレイクして、でネット発のミュージシャンということでテレビもいっぱい出だした頃ですよね、3年前っていうと。でショコさんとかにもヒャダインね楽曲提供もしてるし、結構3年ぐらい前からよく名前も見るようになりましたよね。でもやっぱ知らないって言われて、いや待って待ってと思って、じゃあちょっと待って、じゃあコンピューターを使った音楽やりたいんだったら YMO とか塚本龍一はって聞いたら、やっぱり知らないって言われて、まあ YMO は古いんだけど、じゃあ塚本龍一はって聞いたら、やっぱ知らないって言われて、いやいや坂本龍一だよって、
知らないって言われて、でも知らないものは知らないで仕方ないですよね。だからネットでね、あの音楽をね作って発信していきたいって言ってんのに、その米津玄師とかヒャダインに知らないって言われちゃって、でコンピューターを使った打ち込み音楽をこれからやりたいって言ってるのに、 YMO とか坂本龍一を知らないって言われて、まあちょっと僕もびっくりしたんですよね。ね、そこでその、ね、年齢層の一般常識が欠落してんなーって、うーん、まあすいません、正直ちょっと思っちゃったんだけど、でもやっぱりそれも口に出してはいけないんですよね。すいません、どうしたかというと、まあ自分だって誰かにそう思われてる可能性が、まあ、あるからで、まあ知らないんだったらね、これを機会に覚えてもらえばいいだけなんですよ。はい、だからもう分かりましたよね。だからね、僕がねこの電楽をね電楽って読み違えたり、まああと獺祭を知らなくてもね、そこでうわー梅さんって一般ねの年齢層の一般常識が欠落してて残念だなーっていうふうにもし思ったとしても、まあそれをね口に出してはいけないんですよ。でどうしてかというと、まあ、自分だって誰かにそう思われてる可能性があるからです。であなた自身もね、地球上のあらゆる全てのことを知ってるわけではなくって、今後初めて聞いた何それっていうことは必ずあるわけだし、ね、漢字の読み違いだってあなた自身が気がついていないだけで、もしかしたらどっかの誰かにですね、わ、この人漢字読み違えてる、知らないのっていうふうにですね、そうやって心の中でなんか笑われてる可能性もあるわけですよ。でもそれはね、みんなお互い様で、そこでね年齢層の一般常識が欠落して残念だなって、もし仮に心の中で思っちゃったとしても、それはあの皆さん口に出してないだけで、そういうのはだからねみんな言わないんですよ。だからもしそういうふうにですね、なんかあのね年齢層の一般常識が欠落してるなっていう現場に出くわしたとしても、心の中で思ってもそう言わずにね、それってこうだよっていうふうに教えるだけに留めておくのに限ります。自分だって誰かにそう思われる可能性があるからね。はい、とかとかそういう話でした。はい、あのちょっとねこれ皆さん注意してみてください。どうしてもやっぱりねそういう目で、ね、あの見ちゃったりすることって人間誰でもあると思うので、はい、あの全くね僕も人のこと言えないので、なのでお互い様ですので、そうやって思ってもね、あの口に出さない、グッと飲み込んでこうなんだよっていう、そう、じゃあこれから覚えりゃいいからねっていうことで、はい、優しく教えてあげるだけにしておきましょうねっていう話でした。はい、以上になります。見てくれてありがとうね。じゃあねー。